今回使うかぼちゃはこちらです。北海道産栗五郎。まず、はい、このかぼちゃを耐熱容器に入れます。お砂糖ですね。はい、お水を入れてふんわりラップをして電子レンジ加熱。はい、少しですね、熱いうちにこういう風にね、まぶします。そしてね、最後はね、水分を飛ばしてこうして冷まして、かぼちゃの甘煮を作っておきます。はい、今回は卵が4個なんですね。 M 玉です。オイルです。これをよくなじませます。はい、今回も米油使ってます。ほのかな甘みが感じられてね、とっても香りがいいです。そしたらお次、これペーストなんですよね。そしてこちらがね、お湯になります。まあ600ワット30秒ぐらいかな。はい、このお湯、このペーストに入れてしまいます。先にね、お水で伸ばしときますね。はい、こうやってね、あのペースト裏ごししてるんですけど、きっちりね、ダマがないようにしとかないと、そのダマが穴になったりするんで、この中にこのペーストをね、入れます。こういう風にね、液体液体に近い感じにしといてあげるとすんなり混ざります。はい、すんなり混ざりました。早いんですね、こうすると早いです。はい、次粉類ですね。これ薄力粉に、はい、シナモンです。今回シナモン使っていきます。まあ、苦手な人はね、入れないと思うけど入れないでくださいって言おうと思ったけど、入れないよね。苦手な人はね、入れないでください。はい、それでは混ぜてしまいます。はい、このような感じですね。これで置いておきます。はい、じゃあメレンゲいきます。はい、腰を切りました。じゃあここから立てていきます。たくさん泡を入れますよ。そしたらお砂糖を3回に分けて加えていきます。はい、じゃあ2回目ね。最後ね、私は最後のお砂糖が多いんですよね。結構ね、とろっとなりましたね。これから低速でキメを整えながら立てていきます。こんな感じですね。はい、じゃあ2つ混ぜていきますね。まず1/3を入れます。
ね混ぜとこうね。今回はちょっとね液体しているので少しだけ混ぜておきます。はい、次ね半分だけ入れちゃいます。全部入れちゃいます。滑らかにしますね。はい、そこから混ぜていきます。はい、じゃあこれですね、周りを払って、はい、はい、一周回ったらそこを返します。まだねムラがあるんでもう少しちゃんと混ぜます。中心から端までねちゃんと払って、ちゃんと払いながら混ぜていきます。結構いいんじゃないかな。はい、こんな感じですね。上に混ぜ込んでいきます。ちゃんと一粒ずつこの中に入れるときは入れます。粒がくっついちゃうと重たくなっちゃうから、はい、そしてこういう風に はい、あとはね型に入れてから上からどんどん乗せていくからこんぐらいにしときます。はい、お箸でぐるぐる優しく、最後に上に散らします。ちょっと開くから内側の方にこうやっとくとかね、楽しいね。はい、できましたよ。はい、綺麗。この時点で少し綺麗だもんね。そしてシナモンの香りがすごい。はい、じゃあ焼いていきます。はい、ぷっくり膨らんできました。ただいま170度で焼いてます。はい、上に散らしたかぼちゃがいい感じで残ってますね。どんどん膨らんでます。はいはい、焼き色がついてきましたね。シナモンの香りもね結構します。はいはい、今回はですねペーストも入ってるしダイスもあるんでちょっとね重たい感じで、ね、だからね焼けるのも少しだけ長めにかかるかなってところかな。生地が下がるのをねもう少し見極めたいと思います。はいはい、35分過ぎて結構下がってきました。そして焼き色もついてます。表面も乾いてます。いい匂いもしてます。そろそろ取り出したいと思います。はい、すごい綺麗。はい、出来上がりです。はい、かぼちゃがねいい感じで散らばりました。色も綺麗ですね。さすがかぼちゃ。はい、切ってみました。こちらが断面です。はい、こちらですね。どうですか、ちゃんと散らばってますね。で、粒を揃えて切ってるんで1センチ角です。だいたいそのぐらいでするとこういう風にね浮かびやすいっていうのかな、そこにね沈んでるってこともないですね。それでは試食してみたいと思います。
まず香りね。うん、シナモン。シナモンの香りです。当たり前。これね、ちょっと苦手な方はね、入れない感じもあるでしょうからね。これが色味がかぼちゃの色味ですね。それと少しだけね、やっぱりシナモンっていうのの粒々感っていうのかな。今回も水分多めなんですよね。それはこのかぼちゃのペーストとかぼちゃ自身がこれ全部で合計 200g 入るので、かなり水蒸気っていうのでちょっと助けてもらおうみたいな感じかな。それとともに食感もじわシュワみたいな感じでね。そして上の方に散りばめたこれ、ちょっとしたアクセントな感じでね。こんな感じで今回はシフォンケーキ作ってみました。プルプルです。まずね、割ってみましょう。いやー、シュワシュワ言う。あー、中にいっぱい入ってる。シナモンがすごい。ほら、中にゴロゴロ入ってますよ。すごい。ちょっとね、いただきます。すっごい美味しい。角切りの方が似てあるんですよね。そして甘みをつけてるんですけど、それが程よいアクセントなんですね。これが甘いことによって生地の甘みというのが薄くても十分美味しく感じる。これもいい。この表面のやつね、これね、焼かれてて少しね水分が飛んで、またこれもねホクホクして美味しいです。本当に柔らかい。柔らかくて水分含んでて、じゅわじゅわシュワ、かぼちゃがホクホクする。本当にかぼちゃのシフォンって感じですね。口の中で一体になって、それが混ざってとっても美味しいみたいな感じをちょっと目指してるので、今回はこういう甘煮でね、さらにホクホクにしといてからの生地に混ぜ込む。これですっごい美味しいです。そして今回もう一つポイントとしては、こういうペーストを入れたシフォンケーキですね、これにですね合わせるメレンゲですね。メレンゲの種類、これもまあ結構大切なポイントかなと思います。こういう風にお水を私は今回多めに配合したんですけど、そういう場合というのはやっぱり膨らみやすいんですよね。だけどこれをですね、粒がたくさん入ったメレンゲ、すっごいちっちゃい粒がたくさん入ったメレンゲっていうのを使ってあげると、膨らみすぎず沈みすぎず、適度にちゃんと膨らんでふんわりしゅんわりっていうのができるんですよ。そういう場合っていうのは膨らまないんじゃなくて、膨らんで目詰まりをしにくいっていう感じかな。そして膨らみすぎない、目詰まりを しにくい、しないっていうんじゃなくてしにくいんです。そういう感じのメレンゲで、今回みたいに水分が多くてペーストが入って重たくて沈みやすいっていう時には、そっち系のメレンゲを使ってあげるととってもいいですね。いいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。